最年長のヒット作家でありたいなっていうふうに思うんで、守ってるというよりやっぱ攻めてる感じ、攻めながらじゃなかったら維持もできねえんじゃないかと思うぐらい、ちょっと努力してるぐらいでやっと維持じゃねえか、そこでもう一勝負かけられるっていう、そういう若さ持ってないと維持も難しいんだと思う。25から始めて、やっぱ30からだな、面白かったかな。あ、これはもうなんか夢が本当に見えた、この日からだっていう、その瞬間覚えてる、あ、俺は行くっていう思えた瞬間。それまではこのいつまで続くかわからないっていう、10年続くのかもしれない、15年続くのかもしれないという5年間だったから、その時の不安ってのはよく覚えてるけども、あ、やっぱりこっち側だ、作る側の人間だ、自分がそうだって思えた時のことはよく覚えてる。世の中にいる人全員が専門家っていうのは、これが一番理想だと俺は思ってるから、自分が何の専門なのか、何者なのかっていうことに絶えず向き合っていく、絶えず検証していく。油断なく生きてれば、流れ星が消える間にね、願い事を言えますよ。そのぐらい、だからあれ本当の話だと俺は思ってるから、そのぐらいチャンスをね、逃さないで生きていこうと思ってたら、もう目の前に来たチャンスなんかもう立ちどころに気づくと思うし、押し上がれる、これはもう足がかりになるっていうものが目の前に現れて、逃してるようじゃ流れ星が消える間に願い事なんて思い出すこともできないよ。そうしていれば、油断なく生きていれば、見つけられるっていうのが俺の、確信です、これは。